毎週火曜日のこの時間はマーケッツのスポン。よろしくお願いします。さて、今回は株をこれから始めようという方も、そして株をもうやってるっていう方も、どちらの方にもぜひ見ていただきたい企画になっています。株で資産を実際に増やされて、そのノウハウを本にされて、そしてその本がえらい売れてるんですよね。はい、笑いが止まらないんで。はい、キリオフィス代表の藤川理恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。出された本が月収15万円からの株入門、数字音痴の私が5年で資産を10倍にした方法という本なんですけど、そちらも後ほど紹介しますけど、やっぱりこの誰でもできる株式投資のお話、あとはまあやっぱり明日からでも実践できるお話というようなことを今日は僕はお聞きしたいなと思っています。タイトルこんな感じなんですけど、本からパクったんです。数字音痴なります、なります、株はなんとかなる。はい、数字音痴でもなんとかなるっていうね、そういったお話をしていただきます。さて、まあ藤川さんのことをご存じない方も結構いらっしゃるかもしれないんでですね、まず藤川さん、藤川理恵さん、株式会社キリオフィス代表と。はい、代表なんですね。一人ですけどね、代表、社員はいないんですね。一人会社の一人社長。一人会社の一人社長。一人代表です。あ、なるほど。はい、じゃあ普段何をされてるんですか。株とは全然関係なくって、はい、カメラマンさんとスタイリストさんのマネージメントですね。例えばスケジュールを管理したりとか、はい、ギャラの交渉したりとか、請求書出したりとか、入金チェックしたりとか、はい、入金なかったらちょっとどうなってんですかって催促したりとか。それがじゃあ本業。それが本業です。本業で株式投資はそれと並行してやられてると、まあ、そう、趣味です。趣味でやられてた、はい、趣味でやられて5年で資産を10倍にしたという本のタイトルになってますけどね。はい、どうですか、本アマゾンで1位とかって。そうですね、思いのほか売れましたね。売れて去年の9月に出されたんですよね。そうです、そうです、9月に出して、まあ時期が良かったっていうのもある。時期良かったですよね、うん、年末にかけてガーッきたんですよね、うん、そうです、そうです。で、興味を持ってやってみようかなって思ってた人が多いところに、うん、なんかこれだったらできそうって思うタイトルじゃないですか。でとにかく女子がすごい読んでくれたんですよ。すごい女子から反響がありました。こちらの本なんですけど、うん、確かにちょっとこれ手に取ってみようかなって思うことが、年間損益負けなしとか見たら僕もちょっとうんって読みたいなってなるかもしれないですね。数字音痴っていうのもやっぱり自分はちょっと数字は苦手だなとか、ちょっとこの難しいのは嫌いだなっていう人って多いじゃないですか。多分株式投資って儲かるのかなと思ってても、でも数字が苦手だとできないと思ってる人が多いんですよね、最初から。で特に女性はそういう傾向にあるんだけど、別にそれって関係ないんですよ、ただ思ってるだけだから。そういう人でもできますよっていうのが言いたかったんですよね。ちなみに、だから藤川さんこの本出されつつ、だからキリオフィスでカメラマンさんのギャラの交渉をしたり、あとは趣味で株をしたり、あとそのこういった本を出されるのと合わせて、まあその株のそのこう広めるみたいな活動をされてるわけですよね。そうですね、株式投資のスクールの講師をしています。株式投資のスクールっていう僕存在自体本当に知らなかったんですけど、株式投資のスクールっていうのが世の中にあるんですね。ありますよ。なんだろう、車の免許を取る学校と同じで、これから株を始めたいっていう人にもう一からどこの証券会社どうやって選んでいくかから口座開設して、どうやって選んでいく、まあ、チャートの見方から、うん、あとは財務、決算短信の見方とか、決算短信どこ見るかとか、うん、あと訂正分析とか指標はどういうのをチェックするかとか、うん、本当に丁寧に、でそれを1から10まで教えることで、こう自分で見つけられるようになる。それっていうのはその生徒さんはどっかに通って聞きに行くんですか。学校があって、教室があって、うん、そこにまあ毎週とか来るんですけど。毎週や勉強するんですか。来ますよ、来ます。だって株本当に自分で一生お金収入得ようと思ったら、うん、それは勉強した方がいいじゃないですか。そうですね、将来のために、今からね大学行こうってやられる方もいますしね、うん、そういう何かこう実学の勉強を今から始めたいって、もうそれ遅くないじゃないですか。その中で株を勉強したいっていう人は結構いるってことですか。はい、うん、いますね。でやっぱり社会人って自分でお金出してくるからすごい真剣ですよ、うん、自分
学生って親が出してるから寝たりするでしょ、うん、でも、ね、自分でお金出してくるからものすごい真剣で話してるこっちも、うん、あなんかこの人たちにこの授業料分は絶対取ってほしい利益取ってほしいって思うから真剣勝負でしょ。授業料高いんですか。いや高くはない、まあ、なるほどそうやってお金払って勉強したい人がいっぱいいてそれを、はい、それが人気があってなんかキャンセル待ちとかでも聞いたんですけど。そうですよ、ものすごい特に去年の秋ぐらいから爆増してるらしくって、はい、でもうキャンセル待ちで授業が予約できないから、うん、その授業回数すごい今増やしてるんです。めちゃくちゃ人気です。なるほどね。老若男女問わずちょっと株もなかなか流れが来てますね。株来てます。来てますか。来てます僕には全く感じないですけど、ね、いや多分ね、うん、そのもうやってる人じゃない、うん、これからの人たちが今ざわ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 ついてる。ここざわざわしてる。そこがあったのか。なるほど。ありがとうございます。でどうですか。そのざわつき始めた時に株が得意のざわついたらズドンってなるじゃないですか。2月にね、本当株は結構下げましてね。はい。結構きつい下げでしたかね、うん、だから受講生の人にはラッキーですねって言ってます。高くなってた時に買わなくていいから、まあうん、ゆっくり下がっている時にゆっくりいい銘柄を選べる、焦らなくていいから、うん、そういうチャンスだから今こそ本当に力がある銘柄を時間かけて探しましょうねって言ってます、うん、なるほどね、うん、まあ、そういったこう毎週毎週だからその時々のマーケットに合わせた話もできるし、なかなかそういうのをね、うん、聞く場っていうのは少ないかもしれないですね、うん、あとは株仲間っていないんですよね。特に初心者の人とか、うん、全く違う世界にいると、うん、株の話って友達にしづらいんですよね、うん、あと身内にもしづらい。そうですね、なんとなくちょっと変な目で見られたり。私も友達と株の話一切しませんから。そうですね、うん、株のスクールに行くって言ったらもし親に言ったらやめときなさい言われてる。なんかそういう感じですよね、はい、でもスクールってみんな株式に勉強しに来てるから、うん、とりあえずその話はいくらでもしていいんですよ。だからもうすごい喋りますよ、うん、実際のその要はそのネット上の仲間とオフ会で会ってみるとかっていうすごいそれで盛り上がるってなるじゃないですか、はい、それのその本当にオフ会じゃない形でね、うん、どんどん仲間が作れていくっていう、うん、そう、はい、そういう場にもなってる。それが一番いいかも。友達がいるとモチベーションが維持できるじゃないですか。例えば、ね、この前の暴落みたいな時一人だったら寂しいですよね、うん、でもああいう時に自分はこうしたとかどうだったっていう話を誰かとすることですごく冷静になれる。アベノミクス終わってるわみたいな感じでこう、うん、愚痴をし合えるっていうことですか。そんなに冷め合いながら自分でそうね思ってるだけだとちょっとイライラしますもんね、うん、でどうしていいか分かんないけどなんかそういう仲間がいるといろいろ考えられるじゃないですか。なるほどなるほど、うん、そういう世界もあるというところで、はい、まあ、そんな世界でもやられてるんですけどそもそもは、どういうきっかけで株を始められたかを含めて今から今日藤川さんに聞きたいこと3つですね、こちらです、はい、月収15万円から株始めれますか、はい、2つ目数字音痴でも株はなんとかなるんですか、はい、3つ目株式投資で重要なことは、この3つをお聞きします、はい、まずは月収15万円から株を始めるとうんいうとこなんですけどどうですかね。月収が15万円の状態で株をやる余裕ってなさそうかなっていう気もするんですけど、うん、藤川さんはその状態でも実際やられたんですか。もともと私が株を始めた時月収15万だったんですよね、ただ月収15万で全く貯金がない人には正直進めないです、うん、やっぱりある程度貯金してから始めないと、うん、全く余裕がない人には投資はね、きれい事じゃないからできますよって言えない、うん、できれば100万ぐらいは貯金がある人、うん、そこまで貯めれない人は投資もできないんじゃないかなってちょっと、まあ、そうですよね、うんうん、まあ、ある程度そのでも100万円ぐらいからスタートできるというところの株式市場の株のいいところかと思うんですけど、そもそもは藤川さんの株を始めたそのきっかけっていうのは何があったんですか。きっかけはもともとは投資信託の積み立てほったらかし投資っていうのをやっていて、うん、それやり始めたのはやっぱり老後が不安だったんですよね、はい、で私自営業だから国民年金じゃ絶対生きていけないと思って、うん、それまでに何千万何億貯めるって貯金じゃ無理じゃないですか。で、なんかその頃読んだ本でその積み立て投資がいいっていうのを書いてあったからそれをやり始めたんですけど、うん、積み立て投資って楽だけどこれ本当に20年30年経った時にお金貯まってんの不安だったんですよ。1万円ずつ月30年やって何本なんだよね。で、そう30年経って
溜まってなかったらむしろ減ってたらそこからどうすればいいの、ね、っていう不安がすごくあって、それはそれでじゃあやりつつ、うん、目の前で利益がちゃんと資産が積み上がっていく何かをしたいなって思ってたんで、でちょうど私が今自分がその講師をしているファイナンシャルアカデミーってところでお手伝い、はい、アテンドさんをやっていて、うん、でアテンドやってるとその授業を見られるんですね、はいはいはい、でその株スクールの授業を見てたら、うん、なんか自分でもできそうって思ったんですよ。それまでは株なんて絶対できないと思ってたけど、その授業を聞いてたら、あ、これだったら私もできそうって思ったのがきっかけ。株歴7年と拝見したんですけど、はい、2000だから10年11年あたりってことですよね。はい、それぐらい2010年ぐらい。あの頃って言ったらもう本当もう覚えてますけど、もう毎日株が動かなくてですね。動かなかった。いや、でもそのやろう、それがなくてもまあその。株をやっている人がどんどん徐々に減っていって、はい、その業界の株で売買してその商売にしている人たちも減っていって、はい、どうなるんだろうなっていうような、うん、まあ、アベノミクスの前の時期ですけどね、はい、この時に始められたっていうのは、はい、なかなか始めるきっかけとしてはもしかしたらいい時かもしれないですよね、うん、その世の中が暗い時に始めた、ね、そうですね。でその時別に焦らないじゃないですか、上がらないからで、あの儲かるって思ってないんですよね、そんなにね。あ、はいはいはい、だから地味にその時やってたことがその後のアベノミクスの時の利益を大きく捉えられて資産が増えたってこと、うん、あそこでやってなかったら多分できてないと思うんですよ。そうですよね、うん、やっぱりそのエントリーがそのどこで始めたか、うん、どの試合の相場に自分が参加したかで本当人生変わりますよね。そのタイミングはすごい良かったと思います、うん。最初からその、まあ、最初は自分 の, その貯金の中から始めてみたってことで少額からスタートしてると思うんですけど、その時によく聞くのはやっぱりこの早く資金を膨らむためには出足のところは信用取引でそのちょっとリスク取りに行き、あるところまで行って例えば送り人になってからはその現物中心に変えるとか、そういうなんか人が多いように感じるんですけど、藤川さんはスタートの時からどういうやり方だったんですか。もう現物のみで信用取引はちょっと試しにやったことありますけども、うん、怖くて、はい、やっぱりその自分の持ってるお金以上に借りてきてやるわけじゃないですか、まあ、そうですね。あと信用取引って逆に、まあ、売りができるのがメリットですけど、うん、売るってことはこれから下がる株を選ぶわけじゃないですか、うん、下がる株を選ぶってテンション全然上がんないんですよ。あ、売り下がる。そういうのもあって何回かやったけどやっぱり合ってない、うん、で、あの確かに短期間でまあ、奥目指そうと思ったら信用取引やっていかなきゃ無理ですよね、うん、だけど短期間で奥目指す必要ないなと思ったんですよ。いい言葉ですね、はい、名言ですね、うん、なんかほら株の本って奥ってちょっとキーワードじゃないですか。でもありますわ。みんながそこを目指さなくてももうちょっと楽しくやってもいいんじゃないのって思ったんですよ。送り人にならないと、送り人なんかならなくていいじゃん。むしろならなくて、でももしかしたら10年20年30年やってたら、うん、あれ送ってるみたいな、あ、それいいですね、でいいんじゃないですか。なるほど、うん、だから焦らなくていいですよ。送り人っていうこととかそういうその今流行してるねこう話とはまた別で、うん、そうで専業にもなる必要がない、うん、その仕事をしながらあくまでも趣味として月今の自分の月収の 10% 20% ぐらい収入が増えるイメージ、うん、それぐらいだったらそんなに大きなリスク取らずに楽しめると思うんですよね、うんうんうん、で何よりやっぱり長くやってれば絶対上手になりますから、うんうん、そうすると資産も知らないで増えていって多分10年20年で2倍3倍5倍ぐらいの可能性は多くの人が持ってると思います、うん、なるほど、うん、ちょっとそのいわゆるテクニックでどうやってこの相場で大きく資産を膨らませようかという話じゃなく、取引もやっぱりそのデイトレードするわけじゃなくっていう、うん、そういうことですよね、うん、ただ選び方はあるかも、うん、あのやっぱり1年で10倍とか上がる株あるじゃないですか、うん、はい、現物でもそういうものを買えば、うん、理論的には10倍になるじゃないですか、まあですね、だからその選ぶ株っていうのはやっぱり厳選しますけど、うんうん、それを上手にやれば割と増えていくと思います。そうですね、うん、じゃあこの選ぶ株をこれまで藤川さんどのように厳選されてきたかというような話をちょっと次のね、はい、質問になるんですけど、数字音痴でも株は何とかなるっていうところで、ちなみに藤川さんは数字音痴なんですか。数字音痴だと思います。ああ、そうですか。割り算がねちょっと苦手で、ね、割り算苦手ですか。どっちあのこの分数どっちからどっち割るんだっけ、時々分からなくなっちゃうぐらい数字音痴。うちの子供はクモンでそろそろそれ言うのできるようになってますね。じゃあ同じぐらい
うちの子供6歳とかそれぐらいです、ね、6歳レベルで でもできると思います。でもできると。でも資産を膨らませると、はい、株の世界といいますとですね、やっぱり証券業界に金融工学を大学で学んだ